自動車用、ディスチャージヘッドランプの電球鉄道車用、JR 西日本521系電車のディスチャージヘッドランプ。ディスチャージヘッドランプは、従来の白熱電球に代わって、メタルハライドランプなどの HID ランプを使った自動車や鉄道車両の前消灯である。メーカーによって、HID ヘッドランプ、キセノンヘッドランプ、ディスチャージヘッドライトなど、呼び方は様々である。世界で最初に実用化されたのは1991年に登場した BMW7 シリーズである。また、日本車で初めて設定された車種は大型トラック、三菱ふそう、スーパーグレート、乗用車は日産、テラノである。鉄道車両でも、1996年に登場した東武3万系電車や JR 東日本485系3000番台より本格的に採用が開始された。その構造上の理由から水銀を使用していること、水銀フリーのものもあるものの互換性がないため普及しなかったこと等により2010年代以降は純正採用を含め LED にシフトしつつある。従来型ランプは家庭用の白熱電球と同様のバルブ内のフィラメントへの通電による電熱で点灯するのに対し、ディスチャージヘッドランプは、キセノンガス、水銀、ヨウ化金属などを封入したバルブ内の電極管の放電で点灯する。仕組みとしては、その他のガスを使うネオン管や家庭用の蛍光灯と同様で、メタルハライドランプの一種である。このため、従来型ランプとディスチャージランプでは、それぞれが白熱灯と蛍光灯に近い特徴を持つ。点灯時にキセノンによる放電、発熱を利用することで瞬間点灯を実現している。点灯直後はヨウ化金属が固形で発光せず指導用のキセノン、アルゴン、水銀のみの発光となるため青白い光となり、時間の経過とともに白色に変化する。通常のメタルハライドランプのヨウ化金属を使っただけでは、指導時安定時に道路運送車両法で定められた白色の範囲を外れてしまうため、成分変装を工夫してある。HID バルブを用いた前消灯は、白熱バルブに比べて明るい上に、消費電力が低いため発熱も少ない。フィラメントを使わないことで、消耗と突入電流や振動による断線の心配もなく、長寿命である。放電灯の特性上、バラストと呼ばれる安定器が必要なほか、点灯直後は色温度が高く暗いため、安定した光色や光速になるまで、数秒から数十秒を要する。耐久レースでの使用に始まり、初期は趣味性の高いスポーツタイプの車や大型トラックの一部に用いられるのみであった。当初は高額なオプション装着品であったが、夜間走行の多いトラック事業者や夜間高速バス事業者が安全性の向上のために採用し始めた。結果、量産効果によるコストダウンに伴い、近年では軽自動車やワンボックスバンといった実用車にも広く普及し、夜間の視認性、安全性の向上に寄与している。一方で、寒冷地のユーザーは従来のハロゲンランプ使用を選択するものも少なくない。ディスチャージヘッドランプは、ハロゲン球を含む白熱球に対し発熱量が小さいため、降雪時や積雪時にヘッドランプのレンズ面に付着した雪が走行風と外気によって氷結してしまい、照射範囲が狭まって夜間走行の妨げとなる場合があるためであり、同様のことは2020年代の今日において、新車で急速に普及している LED ヘッドランプ使用者にも言える。日本においても、保安基準上一定以上の光速を持つ、可変配光型前消灯を対象に洗浄装置の装備が義務化されているが、可変配光型前消灯の普及が極めて限定的であることや、洗浄装置自体が除光を主目的とした装備でないため、雪氷による減光や照射範囲の低下を解消しきれない。HID バルブの色温度は、メーカー純正のものでおおむね4000から4500 系であるが、市販のバルブでは3000系、5000系、6000系、8000系、20000系といった様々な光色がある。色温度が高いほど青白い光となり、自動車の外観的イメージを変えられるが、色温度が高いほどライトの明るさが減少し、かつ、人間の目の感度も落ちるので、視認性向上の目的では、色温度が高い方が良いとは言えない。そのため、自動車メーカー純正装着ヘッドランプでは最も、運転中の視認性が高いとされる4000から4500系程度に設定されることが多い。また、蛍光灯程度の白色光ならば、路面の白線が見やすく晴天時には視認性が高まるが、雨天時や悪天候時などでは、色温度が高く青白い光を発するライトは、路面の白線などが視認しづらいことがある。1万系を超えた極端に青いヘッドランプは、純粋に暗く視認性が悪いので危険である。車検対応は、一般的には6000系までとされているが、製品の差や検査官の判断によっては、青色とされ合格しないことがある。ハイビームとロービームが別になっている4灯式において、ディスチャージランプでは点灯後に発光が安定するまでに、十数秒の時間を要する点、すれ違い時やパッシングなど、ハイビームは点灯、消灯を繰り返す利用シーンが多いことから、ディスチャージランプは不適であり、ハイビームには、ハロゲンバルブなどの通常の電球を使用し、ディスチャージランプはロービームにのみ用いることが一般的である。道路運送車両の保安基準の細目を定める国時第120条第7項7において、放電灯光源を備えるすれ違い用前消灯は、走行用前消灯が点灯している場合に、消灯できない構造であることと規定されているため、ディスチャージヘッドライトを装備した車両で、ハイビームを点灯操作した際にも、ロービームは消灯しない仕様となっている。ハイビーム、ロービームに同一の明かり体を使用する2灯式においては、切り替え方式が2種類存在し、H4 バルブ互換のアフターマーケット品などは、それの緯度により、機械的にバルブを稼働させ、ロービームとハイビームの配光を切り替えるようになっているのが一般的である。発光点の位置を、ハロゲンバルブのフィラメント位置と合わせることで、疑似的にハロゲンバルブ使用時と同一の光軸や配光特性を維持できるようになっている。これに対して、主にメーカー装着品は、バイキセノンヘッドランプと呼ばれる、ソレノイドによって遮蔽板を移動させる構造のものであり、ロービーム時には、ハイビーム側の光軸を遮断しておき、ハイビーム時には、ロービーム側の光軸を維持したままで、ハイビーム側の光軸も出せるようなランプ構造のものである。マルチリフレクター、プロジェクターのいずれの構造においても利用できる。アフターマーケット品、メーカー装着品に関わらず、2灯式の場合は、ヘッドランプ内部に可動部が存在するため、ハイローの切り替え時に動作音が聞こえる。光速が従来型バルブに比べて大きいので、車両の姿勢によっては対向車への減枠も大きくなる。そのため、光軸調節の機能がついていることが多い。ヨーロッパにおいては、ディスチャージの認可にあたって、オートレベライザーが要件とされた。日本でも2006年以降、レベライザーが義務付けられた。一般的な HID バルブには、水銀が封入されているため、仕向け地によっては使用することができない。2004年7月26日、トヨタ自動車より発売されたトヨタポルテにおいて、世界で初めて水銀フリーディスチャージランプが採用された。開発元はコイト製作所及びフィリップス社である。水銀代替物質としてヨウ化亜鉛を使用している HID バルブを点灯させるのに必要な電圧や電流は水銀を使用している HID バルブと差異があるため、水銀フリーランプ専用の点灯システムが必要となり、電球部分のみを取り替えて、既存の車両を水銀フリー化することはできず、口金形状が異なるため単に交換はできない。また水銀フリーバルブは水銀を配して、廃棄時、破損時の環境負荷を低減させただけではなく、など水銀を使用しているバルブと比べていくつかのメリットがあるものの、同一消費電力とした場合の光量は、水銀フリーでないタイプに比べて劣る傾向にある。ランプ形式は、イグナイター一体型が、D3、イグナイター別体系が D4 となる。ただし、前述の通り在来のものと互換性がないことから、あまり普及せず、主流は LED に移行していった。白熱タイプに比べて発熱量が少なく、熱で変形、劣化しうる樹脂レンズの使用も容易になる。一方、レンズに付着した雪を熱で溶かす効果はあまり期待できない。そのため、積雪地ではハロゲンなどの従来型の白熱タイプの方が、降雪時の視界確保には有利だとする意見もある。UV カット対応品でないと、樹脂レンズや樹脂リフレクターが劣化する可能性もある。本来直近を照らすフォグランプに HID を導入すると高い遮光の車種やフォグの位置が低い場合などは光を散乱させたり遠くまで光が届くため対向車などへの迷惑となりかねないので設置の際は注意が必要である。ヘッドランプをハロゲンバルブなどから HID に交換した場合発光点が変わるため光軸調整を行う必要がある。これらのバルブに限らずランプ類の交換または変更の際最大の効果を得、かつ他者への配慮のため光軸調整は必須である。国際連合の欧州経済委員会による自動車基準調和世界フォーラムではロービームで2000ルーメン以上の光速を持つ光源を使用するヘッドランプに対して洗浄装置を装備することを規定している。ECER99 で規定されている D1、D2、D3、D4 タイプを使用するディスチャージヘッドランプはこれに該当する。ありがとうございます。